私はそのアリンの中の一つであるコックピット SDK という製品の開発を担当しております。で、私はそのコックピット SDK の中でも主に先行開発であったり評価のところ、あと他のアリンの製品との連携強化でといったところを担当するチームのリーディングを行っています。ソフトウェアの実装とかを手助けするだけじゃなくて、実装の後、評価であったり、デリバリーまで幅広くサポートする、ソフトウェアプラットフォームになります。例えばその SDK っていうのは、私が担当しているコックピット SDK であったり、リアルタイム SDK であったり、コックピットの上で実装する人向けの、ソフトウェアになっています。革新的なプラットフォームの開発に貢献したいと考えました。で、また、ウーブンバイトヨタが国内外問わず、世界中から優秀なエンジニアを採用しているといったところも、非常に魅力的な点の一つでした。やはりエンジニアのレベルの高さを感じますし、多様性というところも非常に強く感じます。難易度が高い議論であったりとか、あと英語でのディスカッションというところは、結構難しいなって思うところもあるんですけど、同時に自分の成長にもつながっているかなと感じることができます。万が一にも人命にも危険があってはいけない。ソフトウェア開発でもやはり安全性とか、品質といったところは非常に重要になってきます。これまでですね、そのドメイン間のそういう結合テストっていうのは、ハードウェアが揃った開発の後半フェーズで行うことが多かったんですけど、その仕組みを使用することで、ハードウェアなしでも結合テスト可能になって、問題の早期検出が可能になりました。ウーブンバイトヨタは、異なるバックグラウンドを持ったエンジニアが世界中から集まっていて、互いに尊重して、共同していく文化があると思っています。革新的なソフトウェア開発に挑戦していただければなと考えています。やっぱりトヨタの SDB 加速していって、トヨタ社の競争力強化、そこに貢献していきたいなと思っております。